こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張れジムの YouTube レッスンです。今日はダウンドッグが苦手な人でも、このヨガブロック2つをちゃんと使うことで、ダウンドッグができるようになってくるというお話をしていきます。まず使うヨガブロックは、これはヨガワークスのものですね。で、今価格取りだと、まあ概要欄にもリンク貼っておきますけど、2個でまあ大体4000円ぐらいですね。これはネットとかで500円で買えたりするのもあるんですけど、ちょっと柔らかいので、ある程度の硬さがあるものの方がよりいいので、もし持ってる人はこの硬いものを使っていただいて、もし持ってなければ、購入しても、やはりお値段以上の効果があるので、まあ、動画を見て良さそうだなと思ったらそこから判断してみてください。ダウンドッグにおける、できないポイント最大は、足首ですね。足首周りと、あとこの、肩周りですね。肩肩甲骨周り。ここが丸くなったりとか、こう、硬いのが原因なんですけど、そこをこう、しっかりと使えるようにするために、ブロックをこう持ってると、ものすごく、うまく練習ができるようになってくるので、今日は外からお話ししていきます。まずは足首の練習方法からですね。こうやってこう、立てて、薬指のこう、根元の部分と、こう、まあ、母子球、この辺をこう、繋いだところを、当てて、こんな感じでこう、ぴょんぴょんぴょんってこう、動かします。いきなり体重をかけると、バツッとこう、固まってしまいがちなんで、この、すねから、かかとに向けてこう、ストンとこう、落とすようなイメージで、少しこう、弾みがつくような感じ。足首のこう抜ける感覚を作ります。で、抜けてきたなと思ったら、こういう感じでこう足の裏全体、ひゅーっとこう、このブロックに向けて寄りかかるよ。で、そう寄りかかるときに、今だと後ろ足、左足で押した力でこう、スーッとこう寄っかかっていくと、ふくらはぎの方がすごくよく伸びるようになってきます。で、このときにだんだんこう体を正面向けて絞っていくと、ふくらはぎプラス足全体も伸びるようになってきます。このまま3から5呼吸2、30秒キープして、戻るとすごく、まあもう伸びてる感じが分かってくるので、これがまず第一のやり方です。この1個だけ使ったやり方でもう1個あるのが、こう、斜めにこう立てかけます。こう、しっかり押しても崩れない場所を見つけて、こう乗っけます。こっちとしてもこっちでこっちで寄りかかるんだけど、今度は膝を曲げて、すねを前に、くっと寄りかかせるイメージです。すねを前に押しつつ、全体としてはこの面に寄りかかっていきます。まあ、こういう体重を乗せる動きをするので、柔らかいブロックだとちょっとこれ、持たないので、動きが下手ってなっちゃうので、こういう硬いブロック、硬めのブロックを使うといいです。で、これを体重を乗っけて、いくと、しっかりと、やはりふくらはぎの奥が伸びるようになってくるので、これもさっきと同じように3から5呼吸20、30秒ぐらい。まあもし長ければ1分とか全然やってもらって構わないんですけど、こういう感じで伸ばす方法があります。で、壁に上げなくても、今のでこういう感じで、こう乗せてあげると、こういう状態でこう、何もない状態で、壁際じゃなくてこういう感じで、しっかり伸ばせてくるので、このままこう体重を、かけてあげると、しっかりと、ふくらはぎ伸びてきます。で、これプラス、もう一個、まあ、ヨガブロックとか、こう、何かこう、体重を支えるものがあると、今度逆でやりましょうかね、こう、横に置いて、こっちはこう、こういう状態になって、よいしょ。こういう状態。そうすると、ストレッチボードみたいにできるんで、このまま、ピッとこう押してまま、前屈をしていくと、やっぱりこう、よく伸びます。ダウンドッグの形でやっちゃうと、まあ、突っ張ったりとか、動きがロックされて、伸びる、深いところまで伸びるという感触が届かないんですけど、こういう形で牽引法を使ってやると、すごく伸びやすいし、こういう道具を使った場合っていうのは、体を支えたりとか、力を抜いて体重をかけてるっていうことができるようになってくるので、自分一人では、ちょっと伸ばしきれなかったところなんかも、よく伸びるようになってくるので、ぜひこういう、道具を使えるような
余裕だったらぜひどんどんある程度ポーズができるようになったとも使って練習を深めてあげてください。個人的には両足同時でこういうのも好きですね。こうやって前を組んで前屈でこう押さえてうーっと引き上げるとじっくりやっぱりこれも伸びてくるので、いろんな道具使うことでちょっとこう遊び感覚でこんな方法できないかなっていう発想をどんどん開く練習にもなるので、はい、この辺もちょっとこう気楽な感じでやってみてください。では腕、胸ですね、最初にやるというのはこう、ダウンドッグの時だとこういう状態で、腕の方向はこう向かうのに手のひらは下に押してるんでベクトルが変わっちゃいます。でその時にはこうやってこうするとベクトルが一緒と、腕の方向がそのまま、押す方向がそのままいけるので、押した力がしっかりと背中まで戻ってきていけるようになってくるし、こう足で押した力もこう向かいやすいので、手足が連動してるっていう感覚がすごく作りやすくなる方法です。でこれもグラグラしないためにやっぱりこう安定してるのを確認してから大事で、硬いブロックの方がいいですね。で両手だとなんかちょっと不安だなって人はこうやって片手でこういう感じで片手ずつ、伸びた猫のポーズのような感じでやってあげるとしっかりとこう感覚が強く入ってきます。強く入ってくる割には長くキープできるので、しっかりとした深い刺激が長くキープできるのでより効果的になるということですね。伸びた猫の応用で、こういう感じで、こうでもこうでもいいんですけど、こういう感じでこう胸を落とす練習にもなります。もちろん高くても大丈夫。で、これも片方ずつも大丈夫だし、壁を使った練習もできます。そして同じようなことでもっと体に近い部分でも大丈夫なので、同じ発想でいろんなバリエーションが作れるのもこういう道具を使う面白いところです。上半身下半身それぞれのさっきはパート分かれて練習できたら全体でのやり方ですね。全体でやるときなんかにこうやってこうブロックを当てればこう足をつけやすくなってきます。でさらに押す力もベクトルがこう斜めに押せるので、しっかりと押した力でかかとつけるとかつけないとかじゃなくて全体のこう調和がとても作りやすくなってきます。これでこうでいいですね。上に置けるというよりはこう斜めにこうピッと押します。斜めにこう極端に言うとこういう感じ、まあ、でも安定のためにこうしてていいんですけど、仕込んでピッと当てながら安定させて押してあげると、まあ、一個前の動作と同じように入れやすくなってきます。今度逆にこういう方法もあります。かかとの方に置いておきます。そうするとこうしたいと、かかとで押した力で、今度逆に押した力でこう手を突き刺す。で、手で押した力がかかとをしっかりと安定させるっていうのが両方意識できるようになってきます。そうするとこの手足の関係性っていうのがこうまた、このブロックを使ったおかげで意識っていうのがすごくやりやすくなってきます。で今までこう、ここで感じたような、ブロックのおかげで感じたような感覚になるように、ダウンドッグを取った時も丁寧に力の流れを感じながら持っていくと、こうただかかとがつくかつかないかとか、こうふくらはぎがーという感じではなくて、肩が詰まるとかではなくて、全体のこう力の流れを感じながらできるようになってくる、調和の取れたダウンドッグというのがしやすくなってくるので、でもちろんこういろんな練習方法でブロックに頼らなくてもできることもあるんですけど、
もしあったら、ものすごく役に立つので、ぜひ、道具というのは、補助なんですけど、単純にこう、できないから道具使ってやってねっていうわけじゃなくて、すでにできてる人でも、より深みに行けるために、こう、あるんだったら、せっかくあるんだったら使った方がいいものなので、ぜひちょっとこう、お家にヨガブロックあるけど、眠らしてるような人は、ぜひ活用していただいて、ない場合はぜひちょっと道具の可能性というのを考えてみてください。いかがでしたでしょうか。今日の動画を見て、ダウンドッグより深く楽しく撮ってようと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。